正月の祝辞の次なんかは前の晩から並んで整理券もらって、でもう何年もずっと昭和からこういうことで参加してるから、で平成の時も平成の時はほらこんなに厳しくなかったのよ。全然ほらテロなんかなかったから自由にほらお巡りさんなんかいなかったほとんどね。 前の天皇陛下もね、あの時も全然違うみたいな。全然違うみたいな。良かった。やっぱり近くに。こういう気持ちで、この天気みたいな気持ちで、絶対来ると思いました、今日は。ちょっと私、県外から来てるんですね。朝一番の新幹線で。 近いし、外国でこういうのに見ようと、イギリスで見た時も朝から6時間ぐらい並んで、こんなちっちゃいのしか見えないけど、ここでは2時間ぐらい今並んだぐらいで、こんな目の前で見れるから、すごくいいなと思いましたね。